レイギエナ、オカサンゴの大地に住まう飛竜種。そのレイギエナの痕跡が古代樹の森で発見されたとの報告がありました。森に向かった私たちが見たのは、海の彼方へ飛び去るレイギエナの大群、そして霊気をまとった謎のモンスターの姿。新大陸を取り巻く気の末、ついに氷に閉ざされた地を発見しました。私たちはここを渡りの凍て地と名付け、新たなる前線拠点セリエナ、渡りの凍て地に築かれた調査団の新拠点です。皆が安心して帰れる場所にするため、今も絶賛建設中。もちろんアステラと同じ施設が利用できますよ。凍てついたこの地にも生物たちは力強く生きています。一歩、それはホットドリンクの用意です。これを飲まないと凍えてしまいます。キャンプ付近に自生する唐辛子を調合すれば、はい、ホットドリンクの出来上がり。あ、何か落としましたよ。彼らが作る雪玉も狩りの役に立ちそうです。わあ、こんなところに温泉が。一休みしていきましょう。フィールドの情報を知りたいときは生態マップです。進めれば彼らの手助けを求めるなんてことも。野生の彼らを完全に手なずけることはできませんが、狩りや調査のサポートに大いに活躍してくれることでしょう。時には彼らの気の向くままフィールドを散歩してみるのもいいかもしれません。彼らはハンターのパートナー、オトモアイル。攻撃、回復、さまざまなサポートに長けた小さくとも頼もしき相棒です。調査団ハンターの標準装備スリンガーですが、この度新たな活用法が編み出されました。なんと、Here we go! Yeah! Woo! We're back.